広大で緑豊かな多摩キャンパス、東京の中心に位置する後楽園キャンパス、中央大学には一人一人の知のスケールを高めていく充実した環境が整っています。人と社会を知り、自ら問題を解決する力をつける、行動する知性、中央大学。コンピュータと情報技術の進歩により、21世紀はユビキタス社会の到来を迎えようとしています。ユビキタスとは、あらゆるものや場所に小型のコンピュータが埋め込まれ、ネットワーク化された情報環境です。しかし、無数のコンピュータを使いこなそうといつも考えながら生活するのでは息が詰まってしまいます。ユビキタスの存在を人間に意識させることなく、人々の自然な生活の中で TPO に応じた最適な情報サービスを提供することによって、その生活をより豊かにしようという情報環境づくりが重要なのです。ところが、複雑化、多様化する社会においては、人々の行動は確一的なものではなく、人が物事に対してどう感じるか、何を求めているかは人それぞれに異なります。つまり、人の振る舞いを理解し、個人の趣味や思考、その時の気分などをも的確に読み取り、それを解釈して TPO に応じた適切な対応をすることができる、すなわち人の感性を理解するための仕組みが求められているのです。このような分野の研究を感性工学、ヒューマンメディア工学と言います。人の感性をコンピュータに理解させることで、いつでも、どこでも、誰もが簡単に情報サービスを受けることができる、人に優しいユビキタス情報社会の実現を目指した研究が進められています。こう、人間をこう取り囲んで、いろんなコンピューターとかネットワークがあったりとかっていうのを、僕ら情報環境っていうふうに呼ぶんですけれども、その情報環境っていうのを人間に使いやすいものにしてやろうとか、こうフレンドリーなものにしてやろうっていうのが、ヒューマンメディア工学の目指しているところです。僕らがその考えるユビキタスっていうのは、確かにコンピューターとかコンピューターのつながったいろんな道具はたくさん至るところにあるんだけれども、それがあるっていうことを人間に意識させないで、人間が使いこなせるようになって初めて本当にユビキタスじゃないかなというふうにこう思っています。で、実はユビキタスっていうことを最初に始めたのは、ゼロックスの、アメリカの研究所でマーク・ワイザーっていう人が言い出したんですけれども、彼もコンピューター系の会社にいながら、そのコンピューターを意識させた、情報環境っていうのは、それは本当じゃないと。で、本来は、したい時に欲しいアシストがこうそこにあるというのが、本来のユビキタスだっていうような定義をしてるんですね。で、僕も非常にそれにこう感銘を受けるところがあって、で、いろんなところにコンピューターがあるけども、そのコンピューターの使い方を特に勉強した人だけが便利に生きていけるとか、パソコンオタクだけがそのハッピーな世の中になるとかっていうのは、それはおかしいでしょうと。今だって、コンピューター系の学科にだって、パソコン使えって言うと、えってこう言っちゃうような学生もいなくはないんですけれども、むしろそうではなくて、コンピューターのことは、知識としては知っていても、普段の生活の中でそこにコンピューターがあるっていうことは気にしなくてもいいと。じゃあどうするんだっていうと、人間の、やっていること、考えていること、人と話していることっていうことを、こう情報環境が見守っていて、で、でしゃばらない程度に、ちゃんといろんなお膳立てをしておくとか、アシストをするとかっていう、そういう仕組みが、本来のユビキタスだろうっていうことで、僕らはそういったことを目指して研究を進めています。ヒューマンメディア工学研究室では、感性工学のためのさまざまな研究が行われています。その代表的なものをご紹介しましょう。私の研究室では、全部で5つのチームに分かれて活動していますので、我々のチームは主に視覚の方の研究を行われていますので、
ここで一つの例として、イメージのレジ画像検索システムを紹介したいと思います。レジ画像検索システムというのは、目的画像から、それと似てるような画像を検索するシステムといいますけど、例えば、Google とか Yahoo のイメージ検索システムがありますので、まあ、結果見れば分かると思うんですけど、そのキーワードとあんまり関係ないの画像がたくさんが入っていますので、私たちが開発したこのシステムが、クリエにキーワード ではなくて画像を与えることなんですね。でさらに詳しく言うと、画像の中に含まれている色、形、輝度といった情報を与えることで、その画像と似ているような類似画像を検索することができます。でさらにそれだけではなくて、私たちが、その画像の中に含まれている色、輝度というようなものは我々は、特徴量と呼びますけど、その特徴量を取り出して、さらにイメージ号と結びつけてイメージ号の画像検索システムを開発しました。例えばこのパソコンの中で、1万枚以上の画像、いろんな画像が入っていますので、ここでこういう例えばエレガントの画像を探したい、こうクリックするとエレガントの画像が、そのエレガントのイメージと一致した画像をいっぱい出てくるんですね。でこれはフレッシュの画像です。でナチュラルの画像です。やはり従来のキーワード検索と比べると、私たちが開発したこのシステムがより精度はもちろん上がりましたけど、よりその検索者とイメージ一致した画像が出てくるので、これ一つの特徴ですね。例えばそのデザインとかパッケージを作るときに、自分のイメージと一致した画像とか素材がなかなか探せるのが大変なんですけど、このシステムを使うと非常に簡単に見つけるし、コストもかからないというのが一番のいいところなんですね。今後の課題はもちろん今は色輝度といったものをやってるんですけど、これからその他の特徴量がもちろん影響があるんですけど、でも他の特徴量はどういうふうに影響されるのか、どの部分に影響されるのかをまだわからないので、これからそれを解明しながら、さらにこのシステムが広い範囲で応用するのが今後の課題だと思います。芸術作品だけじゃなくて、その、人間の目に入ってくるものっていうのは全てが要は感性の対象にこうなるわけなんですけれども、例えば人間というと目ん玉があって、でそこから刺激を受けて脳でこう判断するっていう、仕組みを持ってますけれども、でもハードウェアとしてはみんな同じなんですよね。目ん玉があって脳みそがあって、でだけどそれを見る人が若い人なのかお年寄りなのかとか、男の子なのか女の子なのか、日本人なのかフランス人なのかで随分違ってしまう。じゃあその違いはどこに出てくるんだろうかっていう、そのプロセスを、コンピューターを使って、分析してみて、でその結果この人は例えば、青色っていうのからもっぱら爽やかっていうイメージをこう受けるんだなとか、逆にこの人たちは青色っていうのから爽やかよりもむしろなんていうかな、聖なるものとかですね、そういったようなイメージをこう持ってしまうのかなとかですね、そういったことをこう発見するような仕組みを作ってきました。で人間のその感じ方をその真似するだけじゃなくて、今度それができればですね、人間の感じ方に合ったようなものを作ってみせるとか、作るお手伝いもできるようになってきますので、この仕組みを利用すると、例えばポスターであるとかパンフレットなどをこう、半自動的にこう作れるようにしたりとか、から今だと何でしょうね、カタログショッピングっていうと大体みんなに同じものが送られてくる、本屋さんに行くとタダでもらえるっていう感じなんですけれども、これが例えば僕用のカタログショッピングの本で、こっちの人用のカタログショッピングの本とかっていうことをこう自動的にこう作り分けるようなですね、こともできるんじゃないかなということも挑戦をし始めています。
先ほど画像の検索について見てもらったと思うんですが、その画像の似ている似ていないっていう計算方法を利用して、でこれを今度は音楽に利用しようという研究です。こういう赤からこの青い、まあ、緑なんですけど、こういった強さ、音の強さってものをグラフにしてます。で計算方法としてはこれを分割、ちょっとブロック状にしまして、でもうちょっと見やすくすると、この赤いところが強いものですね。で青いところが弱いところで、黄色いところがちょっと中くらいの強さのものなんですけども、こういったものに対してこういう数式ですね、隣り合った区間で、計算してあげる、どのぐらい変化したかっていうのを計算してあげるんですね。でそれを使って、この楽曲似ている似ていないっていうのを計算します。で元の音楽ですね、似ている計算に使いたい曲がこちらになります。この曲に対して、先ほどの計算で似ていると、10位からいってみたいと思います。はい、この曲が、まあ、1位から10位出したときに10位になります。まあ、似てるといえば似てるかなと。でちょっと飛びまして2位に行ってみたいと思います。2位がこういう曲になります。で1位の曲がこれになります。というところで、研究の説明は以上になります。まあ、ちょっと言ってみると、そのクラシックなぜ使っているのかというと、クラシックは曲があるんですけど歌詞があまりついているものが少ないので使っているんですね。で現在のその J-POP の曲になると、その音楽の流れではなくて歌詞の意味っていうのが結構その歌の印象に作用されていますの でこれを作りつつですね、今度はその歌詞の意味を理解させつつ、その音楽の流れも理解できるようなシステムっていうのをこれから作りたいなと思いますね。音楽っていうのは小学校的にはリズムだとか旋律だとかテンポだとかっていうようなことをこう言われるんですけれども、結局は空気の振動ですので、それが人間にどんなふうに聞こえているのかっていうところから、その人間の感じ方を、真似してみようっていうふうにちょっと挑戦をしています。でそういうところでところから、例えば誰が聴いてもクラシックっぽいやつとかですね、ジャズっぽいやつとかっていうのはですね、もちろん2、3の例を教えてもらうだけでだいたい分かるようになるわけですね、人間は。まあ、その人間が捉えてる特徴はここだっていうのをうまくこう見つけ出して、で機械でも例えば音楽の自動的な分類とか検索ができるとか、でここでも僕ら個人性っていうことを結構気にしてるので、そういう中でも、例えばジャズの中でも特にこう自分の心にビンビン響いてくるようなジャズがこういうタイプとかっていうことをこう見つけ出せたりするような仕組みを作ろうとしています。私たちはお店の中でお客さん一人一人に合わせたこう最適な購買支援の仕組みというのを研究しています。でその一環として、お客さんの好み、こうどういう商品が好きなのかとか、今こうどういう商品の情報が欲しいのかっていうものをこういったデジタルサイネージって呼ばれる画面に対して表示することで購買支援にこうつなげようということを研究しています。まあ、研究室の中にこのようなこうお店をイメージした、アパレルショップをイメージしたこう棚を組んであるんですけれども、この棚がですね、普通のこうお店とちょっと違うところがありまして、一つはこうまず棚の前のこの床の中に RFID と呼ばれるセンサーが入っておりまして、でこのセンサーがこうお客さんが来たこと、どのお客さんがどこの棚の前に来たのかっていうことをこう認識します。他にもですね、棚のこの中なんですけれども、カメラが入っておりまして、どのお客さんがどの商品に対してどんな行動をとったのか、どれだけこう興味を持って触ったり見たりしたのかっていうことを、まあ、観測することができるようになってます。このカードを守ったお客さんがですね、棚の前に来て、
こう商品を買おうというふうにしてこう選んでいます。でそれぞれの商品を見ていると、まあ、このような感じでこのお客さんが誰なのかというのを認識して、でこのお客さんは今までのお店の中でのこう動き、どの商品に対して興味を持ってこう、まあ、よく見ていたのか、どの商品とどの商品を見比べていたのかというところから判断して、あなたにおすすめな情報はこの服ですよというような情報を画面に出すと。例えばこのお客さんが今までの買い物の傾向からこう洋服のサイズ感、こうフィット感だとか、あるいは素材、柔らかい素材とか、襟の形だとかっていう、どういうこう洋服の部分、いわゆる属性に興味を持っているのかっていうことをこう行動から判断していきまして、でこのお客さんが来たらば、あこの人はサイズ感を気にする人だから、じゃあこれはサイズがこうお腹によくフィットするものですよ、かっこよく着られますよっていう情報を出したりだとか、また別の人が来て、別の人はそのブランドとか色だとかそういう部分に こだわりを持っていたらば、ただばそのお客さんには、あこれはこういうブランドなんですとか、こういう秋の新色なんですよっていう表示の仕方をして、それぞれのお客さん一人一人に合わせて内容をこう変えると買い物のいい参考になるのかなというふうに考えております。僕らもこちらのこのテーマ の研究を始める頃にもですね、最初はその情報キオスクっていうか、こうタッチパネル触れればこれは簡単な道具なんだから、欲しい情報をポンとこう触ってもらって見てもらう仕組みを作りゃいいかなっていうふうに思ってたんですね。でそういうのの試作システムを作ったんですけれども、それを ある デパートの会社の方に見ていただくと、まあ、劣化のごとく起こりだしてですね、で先生、最近うちのお店でよく買い物をしてくれる人はどういう人か知ってますかとか、ちょっとこう説教されました。お年寄りですって、うちに来るお年寄りにこんな変な機械を操作しろなんてことは言えませんってこう言われたんですね。で、まあ、僕もちょっと意地が、技術屋としての意地があるので、そこまで言うんだったら、じゃあ一切タッチパネルも何も使わないものを作ってやらとかっていうふうにこう思って、もう本当にこのさっき見ていただいた仕組みの中だと、人間は何も操作しないんですね。シャツ見たければ見てるし、触りたければ触ってる、手に取りたければ取ってる、それだけなんですけども、それがちゃんとそのコンピューターへの命令になってるっていう仕組みを、まあ、やりゃできるじゃんということで、頑張って突き進んでいます。そうですね、私の大学がある中央大学では、文京区にありますので、例えば文京区で言いますと、例えばお隣にあるラクーアのアミューズメント施設であったり、例えば、お寺や神社といった歴史的建造物、また結構坂で有名な区ですので、そういった観光情報を、このシステムに載せてあげて、その人に合った情報を送ってあげようと。まずこれはHMD といいまして、ヘッドマウントディスプレイということで、メガネ型の提示端末になっております。その次、こちら GPS なんですけども、例えば今もうスマートフォンなどにも搭載されていると思いますが、その人の位置情報を取るセンサーになっております。こちらは、加速度センサーといいまして、その人の行動というものを、歩いている、早歩き、止まっている、座っているといったような行動を推定できる先生になっております。例えば僕がこの機器をつけまして、ラクアにいたとします。そういった際にラクアにいるという位置情報を GPS が取りまして、ラクアで歩いているという行動を取ります。そして例えば今3時だと仮定しまして、それら3つの値データから観光情報としまして、歴史の情報であったり、例えばお寺、神社の情報であったり、またはレストラン、喫茶店といったもう食事の情報といったものを、情報として出しております。ですね、やはり私たちのチームでは、個人に焦点を当てておりますので、例えばその情報の出し方であったり、その人の興味の推定であったり、あとはその人の状況、行動といったものを、いかに、推定であったり、その
まあ、解明していくのかといった部分が、課題となっております。今僕らは例題として文京区の中を観光して回るっていう例題で文京区のちょっと応援いただきながら実験を進めています。例えば街中をですねいろいろ散策してもらってる時にこのちょっと角曲がったところにこんなのがあるよとかっていうようなことをお知らせするような仕組みとかがあれば面白いかなというふうにこう考えています。でもちろん携帯電話とかでもそういうことはできるんですけれども携帯電話にの機能に加えれば例えば今まさにこう見てる景色の中でこれがそうだよとかですねこっちの方角だよとかっていうことをこう教えてあげたりとかですねから個人対応っていうことで言うと若い人だったらもうひたすら歩かしてもどっちかじゃないんですけども例えばお年寄りがそういった機械を使ってくれてるんだとするともう15分ぐらいさっきから歩き続けてるからどっかこうトイレの綺麗なところの喫茶店とか和菓子屋さんとかで休憩したらどうですかとかっていうことをこう提案するとかですねそれがまあうざったくなくですね押し付けがましくなくさりげなく出てくるような仕組みとかっていうのでこう作れればいいかなと思ってチャレンジをしています。今学部1年生の授業で実際にこのシステムキャンパスコミュニティエイドというものを今実際に使っておりましてでこのシステムというのは学部1年生の学生がですねなんか分かんないことがあった授業 でそれをなんか誰かに聞きたいでそれがまあ同じ同級生であればいいんですけどなるべく知識を持った人とかにどうしても質問したいとなると、先生に聞きたいんですけどもやっぱ大学の先生というのはやっぱ忙しいので、なかなかこう会うタイミングがないということがありましてその学部1年生の授業ではその TA の方、大学院生の方が実際に授業の中でサポートするんですけどもその人に質問するということを実際にこのシステムはやってくれるわけなんですけどもただ学部1年生もさすがに年上の人なので院生というのはそうすると なかなかいきなり質問してもちょっと気まずいとかいうのがあるのでじゃあこのシステムではその学部1年生の合った相性のいい TA のお兄さんというのを探してくれるというのが、このシステムの特徴であります。実際にこれまずアンケートに、答えてもらいます。でこのアンケートの内容はですねある程度絞られています。でこの質問項目一つ一つが、信頼感親近感というのを実際に測定するためのアンケートになっております。分かんないことがあったとでそれを実際にその TA の人に助けてもらいたいという時にこのメッセージを送るんですがどういった TA の方がいいのかということが、実際にここに表示されていまして例えば BJ さんですと、自分の知り合いである中田さんがすごくお勧めしているよとということは、一回待ったことがないけれども中田さんがお勧めしているならば多分信頼感があるとか親近感がすごく持てる人じゃないかとかもしくは、向井さんはこのシステムを使っている人たちがすごくなんか評価が高いそういった意味でこう世間的サポーター度というのがあるんですがこの星が何個ありますということは教え方もうまいしすごく親しみを持てる人じゃないのかなとかそういったこういう表示をしてですねその人たちに送るとその、人たちに、メールのやり取りをして、実際に会うのかもしくはメールのやり取りで済ますのかということが、可能になります。学生からの声はすごくこのシステムを使って良かったです本当に TA さんに教えてもらって成績も伸びましたっていう声はすごくあったので、そのシステムがあって その成果っていうのはすごくあったと思います。そうですね、この信頼感とか親近感というその精度ですねどれくらいその人が持っているのかっていうのは実際にこのアンケートでどれくらい正確かっていうとそこまで正確ではないのでそれをどういうふうに精度を上げるかというのとあと TA が教えるときにその学生がどういったこう勉強に対して苦手意識を持っているのか、そういったことも分かると教え方も多少変わってくるんじゃないかそういった意味で学生の苦手意識っていうのを何があるのかということを測れる、そういうシステムを今度発展していきたいなというのはあります、ある大企業はアジアにこう進出して工場を作ると
でそこの人たちの教育をするっていう仕組みにこういう仕組みを応用できないかっていうようなこともお話しいただいたりはしていますね。で実はこのシステムを運用し始めてもちろん試作段階からなんですけどももう何年か経ってるシステムで、まあ、僕の意図としては僕が持ってる事業とか鬼のようにいっぱい課題を出すのでその課題をちゃんとこなしてもらうために鬼さんたちを紹介するシステムとして作り始めたんですけれどもいつの間にかその目的以外の使い方っていうので就活のうまいやり方とかですねっていうのを大学生の上級生の人にアドバイスもらったりその関係は卒業してからも続いているので今社会で働いている先輩にアドバイスをもらう仕組みとしてもですねこっそりと使ってるらしいですね。21世紀に入ってですね20世紀的なそのパラダイム要は大量に同じものを作って、安く提供するっていう時代から21世紀に入って大量に無駄なものを作るっていうのも許されない世の中になってきました。となると本当に必要なものだけを必要なだけうまく作ってで喜んでくれる人に上手に提供するっていう仕組みがこう必要になってきてるんですね。これは単に環境という意味だけではなくて、そこに住んでいる、まあ、我々人間自身 の, その社会が成熟してきているので、要求されるレベルがこう高くなってきたっていうことでもあるわけですけれどもじゃあそういった人たち の, ニーズに応えるためにはっていうと結局その人が今どんな状況に置かれていてで何を必要としていてでどんなものをどういう提供のされ方したら本当にそこに価値を見出してくれて喜んでくれるのかっていうところまでものづくりであったりそれビジネスであったり、まあ、さらに教育とかですねが踏み込んでいかないことには次の時代にいわゆる20世紀的なパラダイムを作るっていうことにこうならないんじゃないかなとこう考えているんですね。まあ、そういうところでのちょっと挑戦の一つとして、まあ、僕らは徹底的にその人間の個人性っていうことにこう切り込んでみてでその個人性にとことん応えるっていうことによって初めてその21世紀、まあ、多様な社会だと言われてますけどもその多様性に応えることもできるしそれから多様な人同士が角突き合わせると住みにくい世の中になっちゃうのでその人たちがお互いをちゃんと理解して生きていけるようにするためにはっていうと、まあ、これ共生っていうふうに言うんですけれどもやっぱりちゃんとそのことが分かる仕組みが必要だし人間にだけその努力を要求するんじゃなくて情報環境でもできることはいっぱいあるでしょう。でそこをうまくどうアシストするような仕組みを作っていくかでこれが、まあ僕がたまたま興味を持ったっていう話でもあるんだけれども情報技術それから心理学とかですねビジネスの世界とかの新しい課題として、こう取り組んでもっと面白いところなんじゃないかなというふうにこう考えています。この番組は中央大学の提供でお送りしました。